そしてあはいで私すいません自己紹介が遅れました。本日ですね、主催の一人の阿部と申します。よろしくお願いします。で、ありがとうございます。みんな優しいな。で、ただ教師サイトは言っても私別にそんなに皆さんの役に立つ情報を持ってません。何もそんな役に立つセッションをしないんですけど、一応ちょっとしないんですけど、いや一応なんでこれを開こうと思ったのかとかをちょっと主張したいなと思いまして、ちょっと LT を作ってきたんで、ちょっとまず前座です。私前座です。ちょっとですね、軽くこの私の LT をまずは聞いていただけたらなと思います。ということで、本日のこのジェットベンズユーザーグループ第2回 in 大阪、開催の経緯と趣旨の LT です。よろしくお願いします。自己紹介、阿部あさみと申します。フリーのエンジニアです。で、Java やスカラ、C シャープなど、で、お仕事をしています。で、Java をですね、書くときにずっと今まで Eclipse を使っていました。で、Eclipse ユーザーなんですけど、最近この IntelliJ IDEA を使い始めました。で、なぜかということなんですけど、インテリジェアイディアがめっちゃ快適やとか、もう俺はこれなしでは生きていけないというような、ツイートがですね、主にツイッターでいろんなその Java のエンジニアの方がつぶやいているのを見て、なんかすごい評判がいいなとか、そんなになんかいい評判ばっかり流れてくると。で、特にスカラの ID はインテリジェアイディアが一番いいっていう話をすごい聞いたんですね。で、そんなにいいのかと、そんなにいいんやったらじゃあ使ってみるかということで、これインテリジェアイディアの画面なんですけど、こんな感じで、ちょっと軽くじゃあ書いてみようじゃないかと思って書いたら、例えば SY って打っただけでコード保管、例えばコントロールスペースみたいなコード保管キーを押さなくてもすごいサクッとこうコードの候補が出てきてくれて、すごいなと、コード保管めっちゃ早いっていうのと、なぜ軽いなっていうことにすごい感動して、で、見た目もなんかちょっと可愛いなっていうところで乙女心がちょっと動きまして、ちょっとこれ使ってみたいなと、滑りましたね。いろいろ試してみようと思いまして、いろいろいじってて、で、あと例えばなんですけど、これちょっとメソッド、中身はともかく単にこんにちは、おはようって出力するだけの、例えばメソッドが2つあったとします。で、この上のお昼の方のメソッドの頭のところでカーソルを合わせて、例えば行入れ替えのショートカットを押したときに、普通だったらこう13行目と14行目が入れ替わるだけかなと思いきや、なんとメソッドがコメントも込みで綺麗に入れ替わって、何こいつすごいと思って、この子めっちゃ気が利くなと、なんて気の利く子なんだと思って、これはちょっと積極的に使っていきたいと思いました。で、ただでもなんせ周りに使ってる人がいないんです。で、もう仕事でもプロジェクトで私以外のみんなエクリプスやったら、私だけか違う環境でちょっとやりづらかったりして、なかなか活用できなくて、だから詳しい人に活用法を教えてもらって、なおかつ周囲の認知度を上げたいなと思いまして、で、ある日、先月12月のある日、こんなつぶやきをしました。ところ、なんとやりましょうと、こちらにいらっしゃいます、今日は東京からいらしてくださいました山本さんがやりましょうと言ってくださいまして、面識はね、なかったんですよ、この時にまだ。ということで、こうしてね、開催が44分で決まりました。大和様の第1回目の、ジェットブレンズユーザーグループの方を東京で開催していらっしゃって、大阪でね、もうやりたいということで、お互いの思いが一致しまして、今日開催の運びとなっております。で、私自身はインテリジェアイデアで Java とスカラしか書いていないんですけど、本当にいろんな製品がジェットブレンズから出ていて、さまざまな言語向けの開発環境があって、どれも評判いいのに、なぜか知名度低いで、
しかもどれを買えばいいのかが分かりづらいんですよ。ライセンスが結構いろいろある上に、なんかインテリジェンアイディアはウェブストー優勝版はウェブストーム、PHP ストームの機能を含んでるとか、もうややこしい。というわけで今日はまず、先ほども軽くご紹介しました山本さんからジェットブレンズ製品全体のこと、そしてインテリジェンアイディアの基本的なことを教えていただいて、その後すでに活用している方々にお気に入りの機能などを語っていただくようにしようかなと思っております。でジェットブレンズ製品を知らない方には知っていただくきっかけに、すでに使っている方にはさらに活用するヒントを得ていただきたいなと思っています。そしてジェットブレンズ仲間が一人でもまた増えてくれたらいいなという思いで開催してます。はい、ここまでで以上で、まあ、大体今日の私の言いたいことは言い終わりました。どうもありがとうございます。でそしてなんと今日はジェットブレインズからプレゼントがあります。なんかこちらの山本さんの力でジェットブレインズからいろんなプレゼントをいただいております。まず1つ目、キーボードショートカットステッカー。山本さん貼ってます。見てください、超スタイリッシュ超スタイリッシュなキーボードショートカットステッカー。こっちが希望者の方ですね。帰りにぜひお持ち帰りください。はい、欲しい人はぜひ持って帰ってくださいねっていうキーボードショートカットステッカーがまずあります。でそれからあと、インテリジェンアイデアの使用ライセンス、従来、本当は1ヶ月分のものがあるんですけど、それよりちょっと長めの3ヶ月分の使用ライセンス、こちらも希望者全員に、ライセンスの方を発行いたします。で、希望の方はですね、間違えた、ごめんなさい、希望の方はここのね、アンケートに、メールアドレスをご記入いただければ、その使用ライセンスの方をお送りいたします。多分イベント、ZOZOのイベントの方でもね聞いてたんですけど、まあそちらの方に記入しなかったけどやっぱり困っている方とかもぜひこちらのアンケートの方でメールアドレスを記入してください。そしてなんと今回はインテリジェンアイディア、アルティメットライセンス、フルライセンスですね、が2名様に抽選で当たります。これすごいことです。これすごいことですよ。なんと本当ジェットブレインズのご厚意で、2つフルライセンスの方を提供していただきました。で、対象なんですけど、今日のイベントについてブログを書いてくださった方で、アンケートフォーム、先ほども、ありましたこちらのアンケートフォームにブログのエントリー URL を記入する欄がありますので、ブログを書いていただいたら、いただいてこちらのアンケートフォームにその URL を書いてアンケートに答えてください。そうしていただきますと、この、その中からランダムに公正に、抽選して、2名様にフルライセンインテリジェンアイディアフルライセンスの方をプレゼントいたします。これも本当すべて山本さんのお力なので、私は何もしてないです。皆さん山本さんに後でありがとうございますと、ありがとうございますと、はい、もう感謝の気持ちをお伝えください。はい、で、ま、このね、なんだろう、まあ、この URL、まあ、今控えていただいて、あとは私のですね、まあ、サイトとかZOZOのイベントとか、まあ、そちらの方でも。詳しくはまた載せようと思ってますので、そうですね、私の、サイトにブログに詳しく書いて、なおかつZOZOのイベントの方にその URL を追記します。だからまあそっちの方もまたスライドとかもね、あと今日は録画もしてますんで、そちらの方も上げたりしますので、またそっちの方もチェックしていただいたらいいかなと思います。はい、ということで、ね、かなり本当に豪華なプレゼントがあって、今日はいい感じだと思います。はい、ということで、今日私の方からのお知らせは、とりあえずプレゼントについてのお知らせも以上です。
ので、ここらで今日ですね、私とこうやって一緒に、ユーザーグループ開いてくださった、山本さんにバトンタッチをして、ジェットブレインズの製品のお話をしていただこうかなと思います。それでは山本さんお願いします。